まず北海道という土地柄、まあ、本州の芝とは違うベント芝、まあ、特にここはベント芝のフェアウェイで、状態も非常にいい。それから、ニクラスの、まあ、設計でニクラスも、このコースは非常に好きだというふうに言ってるぐらいの、まあ、あのコースなので、まあ、素晴らしい、まあ、ポテンシャルを持ってるコースだろうなというふうに思います。まず一つ、ニクラスが設計したフェアウェイのまんまでやってます。ですからかなりフェアウェイは広いです。だからラグも、7月で伸ばしたいとは思ったんですが、フェアウェイが広くてほとんどフェアウェイ外れないだろうなと思うとラグの長さもそんなに長くしてない。ただ、グリーンはかなり起伏があって硬さ、速さっていうのは、まあ、雨さえ降らなければ出したいなというふうに思ってますから、まあ、選手はティーショットはかなりプレッシャーなく打てる、セカンドも打てるけども、グリーン上では苦労するかなというふうに思いますね。そうですね、2015年、太平洋混乱16番ホールにおいてピンの位置をファン投票で、まあ、日本では初めての出来事ですけども、実際には全米プロゴルフ選手権ではもう行われている、まあ、企画というかイベントなので、まあ、我々としてもそれは一緒にやっていこうということで今回やってみたんですけども、約、まあ、6000人弱の方の投票があってピンの位置を決めた。で、実は選手たちもよく分かっててですね、今日のピンの位置はファン投票なんですよねみたいな話もしてくれてて、まあ、そういう意味では選手たちもそれなりに情報も入って楽しんでもらったのかなと。それからまた投票したファンの方々もこのピンの位置自分たちが決めて、この選手がバーディー取った、こう興味を持ってもらえたっていう意味では良かったのかなというふうに思います。まあ、なのでこれは今年も続けていきたいというふうに思ってますし、将来においてもですね、この企画はやっていければなというふうに思ってますし、少しでも多くの方々に日本プロゴルフ選手権に興味を持ってもらおうという意味では私は良かったんじゃないかなというふうに思っています。まあ、最高の時期の北海道、ぜひ本州からも見に来ていただきたいと思いますし、まあ、日本プロを観戦してその後ゴルフをして帰るというのも結構ですし、ゴルフをしてその後観戦して帰るというのも結構なので、ぜひ現場に来て観戦してほしいなというふうに思います。本当に気持ちいい